はいみなさんこんばんは、はい、今日からホテルに入っております、えー、今日はね写真撮影とかオフィシャルの色々あって、えー、明日いよいよ軽量となっております今日は軽量の前日の夜ですねになっております、はい、今日は、えーまあ、もう何もせずにゆっくり、えー、体を休めて 今日朝からずっとこの赤ちゃんの水こちらをえまあ今日1日で6リットルぐらい飲むんですけど今4リットルぐらい飲んであとこのあと1.5リットルぐらいかなやってますえもうさっきからずっとおしっこが止まりませんおとといからずっとこうあのー塩抜きというのをやっててねえカリウムの多い食べ物バナナとかアボカドとかプルーンとか食べて 今すごい体から水がすごく出たい状態に、えー、しております。いい感じに仕上がっております。これで明日一晩寝て、おそらく明日朝起きた時3キロぐらいだと思うので、えー、最後、計量の3時間前ぐらいですかね。からしっかり水抜きをして、パッと、えー、短時間で落として、えー、ダメージを少なくして、計量クリアしたいなと思ってます。 はい。えー、いよいよね、試合もあと2日となりました。えー、自分はもう本当に、えー、あとはやるだけだなという感じでワクワクしてます。えー、まあ本当にこの、いつも応援してくれてるファンの方々、あと、サポートしてくれてる、えー、スポンサーの方々、あと、道場でね、いつも練習付き合ってくれてる、えー、仲間、仲間たち、あと、道場の、 会長である釣り屋さんもそうです、えー、あと、まあ、ずっとそばで支えてくれてる家族すべての皆さんに、えー、心から、えー、感謝してますあさってはねしっかり自分のこの気持ちを見せていい試合ができればいいなと、えー、思ってますそして必ず、えー、春日井選手を倒して、えー、最高の 支援ができればいいなと思っておりますえ会場来てくれる方ももちろんなんですけど、あのー、まあ、ライジンライブで当日は見れるので、そちらであの会場来れない方は見ていただければ嬉しいですし、あとフジテレビでもね、えー、8時から、えー、やるので、えー、そちらを見て、あのー、応援していただければありがたいなと思ってます。えー、あと2日。 みんなで盛り上げてやっていきましょう、えー、では皆さんあと2日震えて待て